はい、皆さんこんばんは。時刻は5時1分を過ぎたところです。夕焼け名取水曜日の時間です。名取市増田の名取ラジスタジオから市民パーソナリティ文茶がお送りいたしております。暗くなりました。車運転中の皆さん、ライトの点灯忘れないでくださいね。それからまだ人がたくさん歩いています。自転車も走っています。どうか安全運転をお願いいたします。さて、先週この日曜日、先週の日曜日の夜に映画を見に行ってきたんですね。で、関係者試写会という形だったんですけど、その映画はのタイトルは夢見る小学校という映画でした。自主上映会ということでボランティアの皆さんが運営していました。場所は太白区の旧坪沼小学校という小学校で、名取の皆さん、古い人たちはもしかしたら知ってるかもしれませんけれども、開校当時は名取郡の熊野堂小学校を坪沼志向支える高校坪沼志向という名前だったんです。熊野堂小学校だったんですね。はい、そこで、夢見る小学校を見てきたんですけれども、今日はそれにちなんだゲストを実は3人お招きいたしております。ではちょっと3人声を出していただけますかね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お名前をお願いいたします。じゃあレノレアからお願いします。はい、レノレラ TV のレノンです。レノレ TV のレイラです。レノレラ TV のおパパでございます。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。さすが。レノレラ TV っていうのは何なんですか？家族系 YouTuberっていう形で、宮城県で、活動しております。娘たちが、レノン11歳、レイラ8歳で、三女のレオナが、4歳っていう形で、まあ、この3姉妹が中心となっての YouTube 活動をしております。お、はい、皆さんレノレラ TV 検索してみてくださいね。では、ちょっとこれから1曲目いっていいですか？はい、夢見る小学校のエンディングテーマ、エンディングでかかる曲です。ザ・ブルーハーツの夢です。あれも欲しい、これも欲しい。さあ、一呼吸つきました。お待たせいたしました。ゲストの皆様のコーナーということで、オープニングでお話しした本日のゲストでございます。もう一度お名前をお願いいたします。じゃあご挨拶お願いします。せーので、ハローブリアン、皆さんこんにちは。ルノンとリルとおパパでございます。お願いします。お願いします。レノレラ TV でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか私よりずっとマイク慣れしている感じがしてとってもこう元気をもらえるんですけれども、はい、ここのコーナーではちょっとあれかな、レノレラ TV でどんな内容を出しやってるのかとかちょっと聞きたいな。ああ、いいですね、うん、はい。それよりもまず文茶先輩がすごいすごいね、うん、なんかもう皆さん声しか聞こえてないと思いますけどいろんな操作をしながらやってるんですよね、これ実はラジオ、うん、これがね、はい、おっさんの手習いで難しいんですけど楽しいんですよ。楽しいんですか？楽しいですね。ちょっと若干手が震えながらやってるところもね、またそうです。これ裏話なんですけれども、はい、初々しい感じが、はい、ありがとうございます、はい、緊張感を持ってやっておりますので。そうですね、はい、でもすごいなと思いながら、はい、まずそういうか、レノレラもね、レノレラはまた違う形でカメラの前で普段、はい、撮影とかさせていただいてるので、はい、ね、まずレノレラからどういう形で YouTube レノレラ TV が始まったか教えてもらってもいいですか？まずは、まあ、長女の今11歳のレノンがやりたいっていう風におパパに言って、ほう、 YouTuber を、はい、ほうほう、はい、でおパパも動画作成とかをするのが
結構やってて好きだったので、まあ思い出作りにやってみようかみたいな話になって始めました。それで妹も私もやっちゃおうかなっていう感じですね。妹のレイラはもうね、レイラちゃん、レイラは気がついたらもう YouTuber になってましたね。なってました。本当にレノンが3歳、レイラが1歳ぐらいの時から。そんな小さい頃から。はい、8年ぐらいになるので、はい、はい、もう それだけ長い間YouTube 活動をやってます。今20万人ぐらい、まもなく20万人に行くんですけれども、チャンネル登録者、チャンネル登録、はい、ああすごいね、はい、すいませんでした、知らなくて、これからもファンになって登録させていただきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。それで今日はこう来ていただいたんですけれども、映画のね、はいはい、話を、はい、夢見る小学校の話をしたい、ちょっとしたいなと思うんですけれども、はい、レノンちゃんとレイラさんも、レノンさんとレイラさんも映画見たよね、はい、で、はい、どういう感想を短く言うとどんな感じですか？短く言うと自由は大切だなって思いました。おお、見て行きたくなるような感じだった。学校はね、それあれすごい珍しい学校だったよね、はい、なんでもね、一番違うのはなんかテストも授業もないわけでしょ、なんていうかな、科目もないのか、うん、国語とか算数とか理科もね、はい、だからなんかそれでちょっと見てびっくりしたんですけど、はいはい、とても楽しい映画っていうかな、元気が出るっていうかな、見てて黙って見てるのが辛くなる映画でしたね、はい、なんか見ながらね、はい、俺これどうだいこうだいって、お前どう思うっていう、もう見てる人同士での話のしたいくなるような映画だなと思いました。一回一回止めてこれどう思うみたいな、そう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 、そういう語り合いもいいですよね。そうですね、はい、じゃあ今ちょっと映画の話に入ったところですけれども、今日ね、はい、おパパからリクエストをいただいておりまして、はい、それが、はい、私から紹介しちゃってよろしいでしょうか？大丈夫です、大丈夫です。Begin with アホなスターズの笑顔のまんまという曲なんですけど、はい、なぜこの曲をリクエストしたのか、ちょっと短くお願いできますか？はい、この歌詞の中にですね、生きてるだけで丸儲けっていう歌詞があるんですね。もうそれがもうこの世の中それが一番なんじゃないかなってちょっと思ってましてですね、そういう世界が作れたらなって思っております。なるほど、ではお聴きください。 Begin with アホなスターズ、笑顔のまんまです。夕焼けなとり水曜日、いつになく若々しい声が鳴り響いておりますが、では本題の話をゆっくりしていこうと思います。ありがとうございます。はい、夢見る小学校、はい、自主上映ということ で、はい、そうですね、その辺のことをお伺いしたいんですけれども、はい、おパパはとこの自主上映はどういう関係があるんですか？ですね、今回自主上映はですね、私スマイルリンクスという任意団体の代表もやっておりまして、まあ、そちらは大人の笑顔は子供の笑顔にっていう理念のもと、まあ、子供たちを笑顔にするにはまず大人が笑顔になっていかないとダメだよねっていうところからの、うん、思いを共通にする仲間たちと一緒に立ち上げた団体なんですけれども、まあ、その団体で今回その自主上映っていう、この夢見る小学校の自主上映を、まあ、共催っていう形で手伝う形で関わらせていただいてるっていう状態ですね。はいはい、なぜこの夢見る小学校にこう思い入れたのかな、はいはい、その理由
要素はどこにあるんですかね。ですね、最初この、映画は6月くらいにですね、はい、普通に映画館でやってたんですよ。でそれを、まあ、ずっとちょっとタイトルが夢見る小学校っていうタイトルなのですごく気になってて、まあ、普段私たちはレノレア TV で子どもたちと関わりながら、過ごしてるのですごく夢見る小学校っていうタイトルにすごく惹かれてて、仙台で見ようと思ったんですけれども、当時6月はもう仙台では上映が終わってて山形県に見に行ったんですよ、うん、そしたらですねすごく感動しましてこの映画に。で、なんとかしてこの映画をシェアしたい、共有したい、みんなとっていうところからの思いから始まってって、そしたらですね、仙台にこのクラウドファンディングでこの夢見る小学校が出来上がったんですけれども、はい、それのリターンの上映権を持ってるこの今運営委員会の代表になってる田畑さんがですね、はいはい、クラウドファンディングのこのリターンの上映権を持ってまして、で私も感動してこの映画に感動してたので、はい、ぜひこの上映会を自主上映権をぜひ一緒に成功開催したいというのを名乗り出まして、はい、で、今に至るっていう形ですね。なるほど、はい、私もあの映画を見て、はい、ぜひこれは名取の人たちにも知らせて、はい、見る人を一人でも増やしたいなっていう思いで、はい、おパパレノンレイラさんをお招きしたんですけれども、はい、子供から見てっていうかな、自分の小学校と比べてでもいいかな、うんうんうん、比べてあの学校ってどういう風に楽しそうだったとか、どういうところがいいなと思ったかな。まあレノンたちの学校はまあ普通に授業があって教科もそれぞれあってという感じなので、うん、その映画を見てなぜ授業があるのかとか、なぜ校則があるのかっていうのが分かんなくなってしまって、次の日先生に聞いたりとかしてみたんですけどそのぐらいまあ結構その共感というか、そういう感じでしたね。レイラは、なんかさヤギとか飼ったりしてたじゃん。あね、学校でそれでさ、何て言うヤギの乳搾りとかしてたじゃん。ああいう 今の学校って動物飼ってないよね、あんまりね。飼ってない。金魚ぐらい、メダカとか。はい、ねえ、そうですね。あんなでかいさ、言うこと聞かないよ仲良くならないとああいう動物が家に、ああいう学校にいたらさすごく楽しいなって文ちゃんも思ったんですけど、あれが、はい、きちんと公認された小学校として成立しているっていうところがすごい、なんか先生たちの努力を、公立高校、公立高校で、公立校でできちゃうっていう、はい、はい、自分たちで教科のそのスケジュールとかも、授業のなんていうんだっけ、学割じゃなくて、なんだっけ、はい、時間割、はい、を自分たちでこう決められる、うんうん、そして自分たちでその何をやっていったらいいかっていうのをプログラミングっていうか自分たちでできるっていうのはすごい、今の学校はね全部決められてるもんね、うん、ね、行けば、学校に行けば、あ、国語の時間とか、うん、それを先生たちが決めるんじゃなくて生徒が決めるっていう、すごい、そうですよね、はい、これね、ぜひ映画をご覧になってほしいなっていうふうに思うんです。そうすると今話してたことが全部入ってますので、あるいは最初にインターネットで検索していただけると、その一番最初の入り口のエッセンスがに触れることができます。タイトルが夢見る小学校です。検索してみてください。で、その今回の自主上映会で、はい、この夢見る小学校を見たいわと思った時には、はい、どうしたら見ることができますか。ですね、夢見る小学校自主上映、多分仙台とかで検索するとサイトが、多分スマイルリンクスのサイトが出てくると思うんですけれども、スマイルリンクスのサイトから、申し込みが可能です。はい、
ただですね、はい、もう3日4日と2日間上映するんですけれども、はい、3日分はもう完売しておりまして、はい、4日の坪沼小学校、ロリポップ小学校っていうんですけれども、はい、旧坪沼小学校ですね、そちらは、午前10時の回と午後2時の回、はい、両方ともまだ空きがありますので、あ、ぜひ、はいはい、見てください。場所ね、旧坪沼小学校って先ほども申しましたけど熊野堂小学校なんです。それでうち熊野堂なんです。高田て熊野堂に住んでおりまして、うちから30分かかんなかったです。車で20分ぐらいで着いちゃったんですけど、なんと、はい、ちょっと余計な話なんですけど、いいですいいです、行く途中に道走ってたら、はい、イノシシが横断してきました、道をね。そして横の草を食べて私たちに驚いて藪の中で逃げていきました。あ、そのまま鍋にはしなかったですね。そうです、はい、鍋にしたいなと思ったんですけど、あれうまそうと思ったんですけど、それでね、帰り道、はい、そしたら今度帰り道はね、多分今動物がいたら目が光ってるぞと思ったら光ってて、多分こう帰りはカモシカに出会いまして、行きイノシシ帰りカモシカという、うん、もうね、なんていうかな、名取大好き我々もね、名取大好き YouTuber としてね、はい、やってますから、あ、素晴らしいですね、はい、ぜひぜひで、もうそろそろね、なんかね、時間がどんどん過ぎちゃうんですよね、あっという間ですね、はい、ぜひ皆さん、この夢見る小学校、ご覧になってください。それから、レノレナ TV も、はい、ぜひ検索していただいて、今目の前にいる、はい、私の目の前にいる皆さんはまだ顔を知らない、うん、メンバーで、はい、が見れると思いますので、はい、ぜひそちらもご覧になってみてください。はい、はいはい、そうですね、ここでこうちょっと、はい、BGM などを変えてみようと思うんですけど、あ、この BGM 結構YouTube でも使うんですよ。あ、そうなんですか。結構 YouTube で使われてる BGM が結構あるなと思って聞いてました、はい、じゃあ普段から見慣れためちゃめちゃ使ってます。じゃあ喋りやすかったね、うん、じゃあこれはエンディングのちょっとこう聞いたことない、ね、涼しい寂しいちょっとさよならな感じの曲なんですけど、これはないな、これはないかもしれません。ないね。じゃあもっともっとお話を、はい、みんなからも聞きたかったんですけど、はい、そろそろ時間となってしまいました。また呼んでもらえるかな。あ、そうですね、またぜひなんか映画が終わった後のそうです、ね、またこうどんな反響だったとか、うん、そういうことをまたお話に来ていただけたら、うん、ね、はい、大人と子供で見た時の感想も違うと思うの で、 そうです、ね、子供の感想とか大人の感想両方聞きたいですね。そうですね、はい、またその時はまた改めて、はい、このナタラジのスタジオにお招きいたしたいと思います。はい、はい、では、ちょっと最後の曲で、はい、なんだっけ、夢見る小学校との前に、はい、他の映画の CM があったじゃない。あ、いただきます、 いただきます、はい、そのいただきますの中にかかってた、ハイローズの最高です。そうです、はい、日曜日よりの使者を聞きながら、はい、皆さんとお別れしようというふうに思っております。はい、じゃあ今日はこれでさようならです。皆さんもさようならしますか。はい、はい、じゃあ皆さん、お聞きの皆さんたちがいるよ、ナトリジの皆さん皆さんナトってますか。それでは皆さんまた次回ありがとうございました。このまま